ライフサイエンス統合データベースセンターというところから来ました中里と申します。午後はですね、私が NGS 次世代シーケンサーと呼ばれるもののデータベース、基礎とデータベースを私が話をしまして、で次世代シーケンサーっていろんな目的に使われるんですね。ゲノム読みたいとか、発現見たいとか、スニップ解析をしたいとか、いろいろ用途があるんですけど、その中でも発現解析について私の後で、神戸の理研の原先生が、お話をしていただきますと、という感じで、後ろからお話をさせていただきますで、ここにも書いてますけど、私ツイッターやってまして、で僕らは割とですね、何でもオープンにしようっていうポリシーでやってるので、このユーザー、この講義も、別にツイッターでつぶやいてくださって構いません。で、いつもこのアジャックス講習会っていうんですけど、この講習会ですね、ハッシュタグっていうのでアジャックスっていうので、つけてもらうと、私の同僚とかがこう見てて、この辺分かんねえなっていう時に、私は喋ってるんでちょっとフォローできないと思うんですけど、私の同僚がオンラインでフォローをしてくれたりします。それで、で最初に注意なんですけど、お気づきのことと思いますが、今回私のところに来ている名簿でですね、50人ほど参加者がおられるということです。で、50人でですね、データベースをやると、データベースをこう提供している側からするとですね、なんか愛媛大学が攻撃してきたって思うわけですよ。なので、こう、やばいと思って愛媛大学ブロックしようって言って、あんまり一斉にやるとですね、特に NCBI とか Google とかだと悪菌、ブロックされちゃう時があるので、周りを見ながらですね、ゆるゆるっとちょっとタイミングをずらしながらやってもらうと、さっきみたいにこうなかなかデータが返ってこないっていうことも、避けられるかなと思います。で、私の講義っていうのが皆さんのお手元に紙媒体でお配りしたのは、あんまり紙の増やすと地球環境にも良くないかなと思って、ちょっとダイジェスト版になってますけど、大事なところは紙で配ってます。で、今回の内容はここの ModDB のところからいくと、ちょっと今これ超拡大になってますけど、こんな感じで書いてあるので、だいたいこの通りにいきますので、ここを見ながら分かる人はピャーッと飛ばしていただいて、分かんない人は私の話を聞きながらみたいな感じでやってもらえると思います。今回この NGS がですね、割と初心者なので一から教えてくれっていう方と、割と やってらして、高度なところを教えてくれっていう、ちょっと両極端でして、私はちょっと丁寧めに話をしますので、特にその分かっている方はさかさか言ってくださって構いませんので、よろしくお願いします。それで、で統合テレビっていうのがありまして、先ほど串田さんからもあったんですけど、僕らのところでデータベースとかツールの使い方っていうのを、動画にしまして、提供をしてます。ちょっとお見せしますと、こういうサイトなんですけど、よいしょ、YouTube にもありまして、こうかな、こんな感じでですね、ああ正構成みたいなのがこうブロックとか、その今オレンジに、映ってますけど、ところに、出ながら
ああしますこうしますみたいなのが出るので、これを見ながら実際のデータベースを使ってもらえると、その通りことが進むという感じになっています。はい、で、気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、今日一番後ろからこれ録画してまして、だからといって皆さん静かに私の話を聞かなくてもいいんですけど、というか死後は入るからちょっとあれなんですけど、面白いところは笑ってもらって全然構わないんですけど、そういうこういう講義とかも録画してまして、だから今日ちょっと私の話が早くて聞き取れなかったなみたいな時は後で公開するはずなので、この統合テレビからレクチャーを探してもらって、私の話をもう一回聞き直すということも可能になっております。このですね、はい、で、まあ、ずらしてやってみてくださいと。一応まあ自己紹介をしようかなと思ってまして、いつもこの自己紹介が長いんですけど、改めましては中里と申します。情報システム研究機構というところのライフサイエンス統合データベースセンターというところから来ました。で、ツイッターはチョークレスというこういうカエルのアイコンでやってるので、まあ、質問とかもこのツイッターでやってもらってもいいですし、あとはまあ私のアドレスを探し出して聞いてもらっても構いません。でですね、これ伊予鉄なんですけど、自己紹介だからすごい脱線するんですけど、私東京から来たんですけど、この電車ですね、昔京王線っていうところを東京で走ってまして、もうこれ東京だと廃止になってて、久々にこの電車に会えて、ちょっと今日早起きして電車を見てて嬉しかったんですけど、ちなみに伊予鉄で昔走ってたこういう電車もいるんですけど、これもともと私がですね6歳ぐらいの時に京王線で走ってた緑色の車両がですね、その後廃止になって伊予鉄にやってきて、伊予鉄でも廃止になって今度銚子にいるんですけど、先々月ぐらいにわざわざ見に行っちゃったっていう写真をまあ要するにここに来るですごく嬉しいですって言いたいんですけどまあまあそんな感じです。はい、で若干本題に戻りまして午前の後半の方で串田さんが話されてたんですけど、NBDAC バイオサイエンスデータベースセンターっていうところと、DBC レスライオサイエンス統合データベースセンターっていう2つのセンターがあります。で、私は真ん中の DBC レスっていうところにおりまして、でここは何かっていう と、上位組織で情報システム研究機構っていう、もっと正式に言うと大学共同利用機関法人情報システム研究機構なんですけど、例えば大学だと農学部とか理学部とか文学部とかありまして、で共通の施設で例えばこういう情報基盤センターみたいなところとか図書館みたいなところあると思うんですけど、それと同じで例えば東大京大、愛媛大とかありますよね。でそれに対して大学が共同で使う何ていうかな、研究機関とか施設として、まあ、僕らの組織が、とかが、まあ、あると。で、まあ、例えば顕著なのが、NII 国立情報学研究所ってあるんですけど、これは大学のですね、インターネット環境サイネットって言うんですけど、それを引く親玉の組織で、あとはその右には極地研っていうのは、まあ、これは別に大学じゃちょっと関係ないですけど、南極探検に行くような研究所になってて、で僕らはそういうところの、一つになってます。で、まあ、なんか歴史的経緯で、今こういうことをやってますけれども、もともとその JST の方でバードっていう機関があって、あとそれとはまた別に文科省直下で統合データベースプロジェクトっていうのが、まあ、昔はあったんですけど、それが一本化されて、今はもう一緒にやってると。で一応その NBDAC の違いを一応言っとくと、まあ、さっきも串田さんが言われてたんですけど、ざっくり言うとですね、 NBDAC はなんちゃらホールディングスみたいな感じで全体の統括をやっていて、僕らはなんちゃら銀行みたいな感じで実際の業務というか研究みたいなのをやってると、そういう違いだと思ってください。で、あと今日ですね、 NCBI とか DDBJ っていう組織がまた出てくるんですけど、DDBJ っていうのはこっちのロイスの下の遺伝圏の下にある組織ですが、全世界で生命関係のデータを集めているところっていうのは3つあって、
一番有名なのはアメリカの NIH っていう、保健省ですね。でそこの下にある NCBI っていうところが、まあ割と有名かなと思います。あとヨーロッパに、EBI っていう組織があって、なんだったかな、ヨーロピアンバイオなんとかインスティテュートだったと思いますけど、あと日本の DDBJ っていうところがデータを集めるっていう仕事をしています。で、僕らは DDBJ とコラボをして、DDBJ を集めたデータを使ってもらうというような仕事をしているという感じですね。まあ、要するにツールとかデータのリサイクル活動をやっていると思ってください。でも個人的な話なんですけど、もうかれこれだいぶ前になりますが、1999年が私学部4年で、ちょっとこの後話しますけど、午前中とかも出てきたんですけど、ウェットとかドライっていうんですけど、ウェットっていうのはピペッターとか持ってこう液をチャカチャカするみたいな、いわゆる普通の生命科学の実験ですね。でドライっていうのはコンピューターの仕事のことを言うんですけど、もともと私実験してたウェットの人間で、マスターを卒業した後で、当時のバイオインフォマティクスバブルに乗って NEC っていう、大昔だとパソコンで有名で、ちょっと前だと携帯で有名で、今だと何が有名なんだろうっていう企業にいまして、5年ほどバイオインフォマティクスの部署で、働いてたんですけれども、NEC ってもともとね、その情報系の企業だから、バイオインフォって、ちょっとこうアリューなわけですよね。で、5年経ったらあんまりこうビジネスにならなかったんでしょうね。こう部署が解体になりまして、それまでソフトウェア開発とか、テクニカルマーケティングというかな、お客さんのところに行ってこういうソフトとかサービスありますよって売っていたのが、ある日突然異動だよって言われて、総務省とか厚労省に持っていくプレゼンを作るみたいな、よろず教えどころの部署に飛ばされて腐ってたところを、今の同僚に拾われて、ライフサイエンスとコデトセンターっていう国の機関に、やってまいりました。でもともとその何をやってた、学生時代何をやってたかというとこれなんですけど、今絶滅危惧種で有名なウナギでございまして、もともと私がいた大学の部屋っていうのが血圧調節とかに興味があるっていう部屋だったんですけど、手法的には分子生物学だったので、遺伝子をかけるっていう部屋だったんですね。なので血圧調節だとちょっと生理的な話なんですけど、遺伝子のレベルでいうとイオンとか水のその体の内外への輸送みたいなのをやってる部屋だったと。で本当はこういう血圧調節とかマウスとか、もうちょっとこう哺乳類とかでやりたいわけですけど、哺乳類とかでやろうとするとしょっぱい食事をさせないといけないんですよね。であとやっぱり陸上の動物だから、あんまり変化が出ないんですよね。要するにその人とかでもしょっぱい食事をずっとさせて血圧がすぐパッと変わるかって言ったら変わらなくて、長いスパンで変わっちゃうので、もうちょっといいのがないかって言って、うなぎをやってたと。でうなぎっていうのは鮭とかマスと同じで淡水と海水両方生きる魚でして、ただその鮭とかマスと逆で、海で卵を産んで川で育って海に戻っていくっていう魚ですね。でよいしょ。でうなぎで、淡水海水両方行けるんでどういうふうになってるんだろうっていうのを探ってまして、中でも硫酸イオンを輸送するっていう遺伝子を探してたんですけど、さらに脱線しますけど、ウナギの前はですね、ウグイっていう魚を私やってて、でしかもちょっと特殊な魚なんですけど、恐山っていうのが青森県にあるんですけど、恐山ってイタコで有名なんですけど、 pH3.5 っていう料理用のお酢ぐらい酸っぱい湖があるんですけど、そこでウグイっていう魚が住んでて、ただ卵は酸に弱いんで pH7 の、川に登って卵を産むと。で私の先輩がその水素イオンの酸性のね、その直接の原因の水素イオン の, 濃度の差をどう乗り越えるのかっていうのをやってたんですけど、じゃあ中里君は相方の硫酸イオンやろうかって言って、
まあ、私が硫酸4の方をやるということになりまして、まあ、ちょっと追っかけたんですけど、そしたらなんか膵臓とか腸で割と、高い発現があって、これタイムコースですけど、フレッシュウォーター淡水から水ウォーター海水に移すと、ちょっとなんかゴニョッと汚れてますけど、6時間1日2日7日でやると1日2日でこうメッセンジャーが上がってきて、なんかそれ関係のこの今イーサルトって書いてますけど、この遺伝子が発現が上がったなっていうのがこう分かるような感じになってると。一応こういうモデルを立てて、これ実はマスター2年の2月ぐらいに立てて、後輩に丸投げして、後輩の後輩が論文してくれてちょっと嬉しかったんですけど、このイーサルトっていうのが HCO3- っていう、陰陽の方はですね、ちょっとなんていうのかな、選択性が曖昧でどんなイオンでも通しちゃうところがあるんですけど、その重炭酸イオンと HCO3- を腸の中にこう出すと、腸の中のカルシウムマグネシウムと結びついて沈殿ができて、で、沈殿ができると水っぽくなるから水を吸収できるっていうモデルを、まあ、立てたという感じでございます。まあ、なんかちょっと雑談でしたけど、まあ、データベースの話を今日するわけですけど、私昔実験してた人なのでそんなにビビらずにですね、取り組んでもらえたらと思います。で、本題で、まず NGS とはっていう話をします。NGS って日本語では次世代シーケンサーとか新型シーケンサーっていうふうに言います。で、まあ、ネクストジェネレーションシーケンシングとか、ニュージェネレーションシーケンシングっていうふうに言います。で、私がさっきそのイーサルトっていう遺伝子を追っかけてたって言いましたけど、まあ、例えば何とかな、淡水と海水で差のある遺伝子みたいなのをこう探して、で電気エイドしてそこを切り出して、中身何かなっていうのをシーケンサーっていう機械でかけて、で、DNA の ACGT の並びをこう決めるわけですね。で、私がやってた時っていうのは一番左の電気エイド式っていうやつで、さらに昔だと放射性同位体を入れてフィルムに感光させてたんですけど、今、私がやってた時は蛍光色素っていうレーザーを当てると光るっていうのを、入れて、まあ、なんか反応させて電気エイドをして分離させて、で、まあ、読むんですけど、これ電気エイド式の場合はですね、下から読むんですけど、バンドがあるところはそれですね。だからこれだと CGAGATAT みたいな感じでこう塩基配列を決めていくわけです。で、その後ですね、2000年ぐらいにゲノムプロジェクトってのがあって、例えば人とかマウスとかいろんな主要な、まあ、動物植物のゲノムを決めたりするっていうのがあったんですけど、その時はキャピラリ式っていうので、やってました。で、これはガラス管、まあ、キャピラリってそのガラス管のことをキャピラリって言うんですけど、同じようにそこにですね、液をピーって引いていって、それにレーザーを当てて ACGT を読むっていうことをやってます。で、長らくこのキャピラリ式だったんですけど、最近 NGS っていうのが出てきまして、で、多分これちょっと分かんないと思うんですけど、ガラスのですね、まあ、なんか顕微鏡でスライドガラスがありますよね。あれの真ん中ら辺に、塩基がこう植わってるんですね。300だったら300塩基ぐらい植わってて、でそれを一個一個こう反応させていくんですよ。で、1塩基反応させたらそれっぽく光るんで、それっぽくっていうのは塩基に応じて、まあ、光るんで、それを上からパシャって取るわけですね。で、また1塩基伸ばして光ったところをパシャって取るわけです。で、同じところをずっと見てると、その光り方が違うから、あ、 T で光ったな、 G で光ったなとかいうのが分かるんで、その、各々の場所についてどう光ったかで TGCTA いくつみたいな感じで読んでいくという感じの仕組みになっています。ちなみにですね、これ今次世代シーケンサーとか新型シーケンサーって言うんですけど、私昆虫採集も趣味でして、
新しい昆虫採集案内っていう伝説の本があるんですけど、昭和46年に出て昭和52年に改訂されたっていう、もうちっとも新しくない新しい昆虫採集案内っていう本が、こう古本屋でもなかなか見つからないんですけど、今こう新型とか次世代とか言ってるんですけど、やってるとですね、古くなっちゃうんですよね。10年後ぐらいにどこか新型なんだよって言って、これと同じようなことが多分起きるので、この新型とか次世代ってもう言うのやめませんかねっていうのをこう言ってる人がいて、なので、NGS っていう略語だけは残して、英語で書くときは例えばハイスループットシーケンシングとかマッシブリーパラレル DNA シーケンシングっていう言い方で、一応ネクストジェネレーションシーケンシング NGS とも言われていますみたいな感じで、なんか断って使いませんかっていうようなことを、今は言われていたりします。はい、あで見てたな、でこの辺まで今来てまして、そうそう、お手元でですね、今回のオンラインのあれを見ていただければいいんですけど、いろんな機械がありまして、でこれがイルミナのハイセックっていう機械ですね。これが、今一番使われている機械です。使われ方も一流なんですけど、お値段も一流になっております。で、それからですね、マイセックっていうのが、まあちょっとお手軽型のシーケンサーがあったりします。で、あとこれがですね、ちょっとなんかフォーマットも乱れてるんですけど、パックバイオっていう機械が、あったりします。で、ちなみにですね、この例えばマイセックなんかはデスクトップ型と言われていて、横幅で言うとですね、多分皆さん今見てる画面ぐらいの横幅で、まあ、縦幅が横その隣にある本体ぐらいの、まあ、立方体直方体か、このなんか真四角の普通の何て言うかな、本当に机に乗るような機械なんですけど、こっちのですね、パックバイオの方はかなり大型の機械で、私は勝手に日焼けマシンって呼んでるんですけど、まあ、本当に日焼けマシンで人が入れるぐらい のすごいでっかい、だから皆さんが座っている机1個分のさらに高さが2倍ぐらいあるみたいな、すごいでっかい、本当に人が入りそうなぐらい の機械です。で、ちなみに重量もですね、かなり重くて、例えば建物が5階建てとかあったとしても1階にしか重くて置けないみたいな、すごい重い機械でございます。ちなみにこれイラストなんですけど、僕らのところでですね、イラストを描きませんかっていう、なんかこういう時にこうスライドとかプレゼンとかでよく使うイラストをですね、描きためとくと楽だろうっていうことで、これですね、統合ピクチャーギャラリーっていうのやってまして、これが今のパックバイオですよね。これは本体だけで、あとまあなんかこういろんなモデル動物だったりとか、あと器具とかをこうやってイラストになってまして、でこれは先ほど午前中に串田さんが言われたように、クリエイティブコモンズって言って、ここから画像を撮りましたよって一応お断りいただければ自由に使っていい、別にその向きを変えようが、縦に2倍伸ばそうが、色を変えようが、こうピンセットたくさん増殖させようが構わないっていうようなライセンスで、まあ、ぜひお使いくださいっていう感じでやってます。で、昔はですね、私たちのいた部屋に学生さんがバイトで来てて、でそこでまあ書いてもらってたんですけど、僕らの場所がですね、特に今日来てた内藤さんと私って今遺伝研の三島に、静岡県三島にいるので、周りに学生さんがいないんですよね。なので、オンラインで、お願いして書いてもらってると
いうようなことになってて、もしこういうのをですね、イラストレーターとかで、書くのに興味がある方は声をかけていただけると、もう僕らすごい喜んで書いてもらうので、ぜひ言っていただければと思います。でちなみに先ほどの統合テレビもあれも学生さんが作ったんですけど、こちらもですね、作るスタッフがなかなかいなくて、やっぱりオンラインで学生さんに、バイトみたいな感じでお願いをして、作ってもらってるので、そちらも興味ある方は私たちの方に言ってもらえるとありがたく思ってます。で、飼育員さんの紹介までしまして、ちょっと言い忘れたので戻りますけど NGS ってデータがすごい出るんですよね。私がやってたのが一番、さっき言ったように一番左の電気移動式っていうやつなんですけど、だいたい750ベースぐらいワンレーンで読めて、で、それが48レーンあるんですけど、 ACGT で4組だから4で割って9キロ9000ベースぐらい1回の実験でできるという感じで、キャピラリになったらどうかっていう と、1回に500ベースぐらい読めて、で96ケツで96バーって一気に読むんで、電気営動式に比べると5倍の48キロっていうサイズだったんですけど、NGS になるとおのおのの、その一度に読める1個の長さっていうのは、最初は例えば36ベースみたいなすごい短かったんですけど、今はだいぶ長くなってキャピラリ式と同じぐらいになってますけど、そういう、今だと300ベースぐらいで、今両方から読むんで、2かけるになってますけど、でそれがたくさんたくさんパラレルで読むんですね。でこの場合だったら2500万1回の読みで、シーケンスをするという感じになってまして、それでやると15ギガなので、ちょっと何倍か計算したんだけども忘れちゃったみたいな、感じの数字なんですけど、とにかくこう、100とか1000とかものすごい今量のデータが出るみたいな、感じになっております。はい、で、じゃあ今度データベースの話にちょっと移りたいと思うんですけど、今日来てる方は学部生、あ、そうだ、ちょっと一個言い忘れたぞ。こっちで、そうそう、次世代シーケンサーってさ最初に言ったんですけど、使い道がいろいろありまして、ゲノム読みたいとか発現見たいとかスニップ見たいとかメタゲノムとかありまして、でそれによって必要なその、リード数っていうんですけど、どのくらいのデータが必要とされるかっていうのが、違うんですね。なので、ちょっと安いからマイセック買おうかって買ったんだけど、実はハイセックじゃないとデータ量が全然足りないみたいな、場合もあるし、あとハイステック買ったんだけど宝の持ち腐れな感じでほとんどデータこんなにいらないんだけどなっていう場合が、ありまして、で結構だから目的によって、必要になるそのリード数が違うので、その辺もですね、ちょっとこう実際に実験するときに意識されるといいかもしれません。でこの辺も、NGS の記事から取ってるんですけど、今割と使われてるのは後で喋るんですけど、ハイセックとかマイセックとかあとはパックバイオなんですけど、ものすごいたくさん読みたいっていう時はハイセックを使う感じになってます。で、とりあえず何て言うかな、そこまではいらないっていう場合はマイセックを割と使う場合が多いのかなという印象ですね。で、パックバイオはですね、ちょっと読む仕組みが、シーケンスを読む仕組みが違うんで、だいぶ右下になってますけど、
例えばマイセックとかだと300ベースぐらい一度に読むんですけど、バックバイオだと8000とか1万インチぐらいいくのかな。でちょっとエラーが多いので同じところを何回も読むみたいな、ちょっと違った仕組みになっているので、まあ、こういうあの図になっているんですけど、逆にそのハイセックマイセックだと、300だとカバーしきれない時があって、パックバイオだと8000とかだから、そのどうしてもイルミナで読んだ時にギャップになるみたいなのをパックバイオで読み直すみたいなことを、やってる人もいらっしゃいます。で改めましてデータベースなんですけど、で今日ちょっと学部生が多いから基礎的な話もしますけど、私がまだ学生だった時ってズブズブのウェットだったんですけど、そんなウェットの人でもよく使う2つ のデータベースがあって、1つはパブメドっていうので、もう1つはブラストだったんですけど、パブメドっていうのは、文献のデータベースで、アメリカの NCBI でやってる、本当はその1個の図書館部門がやってるんですけど、そこのデータベースで今2000数百万ぐらいの文献情報が、ここに集まってます。でブラストはさっき内藤さんがやられてましたけど、私も昔盛んにやったんですけど、シーケンサーとかで読んだ、DNA 配列を、世の中のデータベースで どういうのがあるのかなっていって似てるのを探すっていうのがデータベースでした。で、まあ、まとめると、まあ、さっきの私の 学生の頃みたいに塩基配列決めたら、NCBI とか EBI とか DDBJ に、まあ、塩基配列登録するわけですね。で、それを整理したアントレジーみたいなデータベースもあるんですけど、それをまあ検索するのがブラストっていうシステムがあったと。で、やってきた成果みたいなのは文献、まあ、雑誌の記事にまとめて、でそれを出すと、雑誌社の方が勝手に登録してくれて、でそれがメドラインっていうデータベースなんですけど、それを検索するのがパブメドだったり、あとパブメドっていうのは頭だけしか載ってないんですけど、PMC っていう全部載ってる、最近はねそのディスクの容量とかもあるので、あとその全部、読めるように NCBI とか頑張って、図も何でも読めるような PMC っていうようなデータベースができるようになってるわけですけど、同じように NGS もデータが出たら、データベースに登録をして、でそれを SRA シーケンスリードアーカイブって言いますけど、っていうところに登録がされるようになっています。でまあ、SRA に対するサーチは、まあ、一応 SRA サーチと書いてますけど、まあ、その SRA のデータベースに検索するインターフェースがついてて、まあ、探せるようにはなっているという感じですね。でこうです、シーケンスリードアーカイブっていうデータベースができています。でこれまあさっきも見せた図なんですけど、NGS のデータも NCBI とか EBI とか DDBJ が集めて、で、まあ各々で検索するインターフェースは持ってるんですけど、まあ、DDBJ だったり DBCS の、まあ、僕らだったりが使ってもらうようなところをやっているわけです。でちなみにその今の NGS の、SRA に入っているデータの現状なんですけど、一番上のちょっと太めの青い線がトータルの図でして、で 今ここでお示ししているのは今年の頭ら辺の図だから5万2000ぐらいなんですけど、確か今5万5000か6000かそんぐらいのプロジェクトの数が、登録をされている感じです。で中身はまあちょっと分かりにくいと思うんですけど、大体その右側の判例のところの順番になっていて、2番目っていうか、今太い線がトータルですよね。その1個下の真ん中ら辺走ってるのがホールゲノムのグラフになっていて、でその下がトランスクリプトーム でその下はまあアザーなのでまあ置いといて、もう1個その下の緑色のが、メタゲノムの、を表しているという感じですね。で、
塩基数を表すのが、NCBI で、統計が公開されてるんですけど、だいたい今 3.3 ペタバイペタベースか、ペタベースっていう、メガギガは多分聞くと思うんですけど、その上がテラですね。でそのもう一個上がペタになってるので、3300テラベースになるのかなっていうぐらいの、まあ、かなり、たくさんのデータが入っているという感じになってます。で、左上のところに数字がずらずらと書いてあって、トータルベーシーズっていうのが、まあ、3.3 ぐらいなんですけど、その下がオープンアクセスってなってて、でこれはみんなが使えるデータですね。で逆にそのオープンじゃないっていうのがあって、それはそのさっき、午前の最後に串田さんが言われてたんですけど、コントロールドアクセスって、アクセスするのになんか申し込みとかしないといけない、まあ、要するに人データですね。人 の, そのなんか個人が特定されちゃいそうなデータがあって、で、日本だ と,、受付は NBDC がやってるのかな。で管理は DDBJ がやってて、で、DDBJ のところで JGA ジャパニーズジェノタイプフェノタイプアーカイブっていう形でデータを蓄積しているという格好になってます。で登録もまあ簡単にできるんですけど、今日はちょっと登録までやると時間がなくなりそうなのでちょっと割愛しますけど、よいしょ、今回のこの資料の一番下のところに登録の流れとかチュートリアルもムービーで出てるので、ここを見ながら登録作業を進めていただければと思ってます。で、はい、でちなみにそうですね、はい、今のはまあデータベースの話なんですが、この先どうするんだっていうのを 今ここでちらっとだけ垣間見ますと、まあ、自分で NGS で読んだりとか、あとデータベースを検索して、まあ、目的の実験のをまあダウンロードするわけですね。でその後クオリティチェックっていうのをやって、で本当に使えるのかっていうのを確認した後で、大体はですねマッピングっていう作業をします。マッピングっていうのは、例えば人のデータを、ダウンロードしたとして、それは大体例えば300ベースぐらいなんですね。すごい断片でバラバラになっているから、つなぐっていう作業なんですけど、端っこジグソーパズルみたいに端っこだけ見てこうつないでいくと大変なので、もう分かってる下絵みたいなところにこう当てていくわけですよ。この場合は人のゲノムみたいなのがあって、その中で似たような配列を探してきてここだなって言ってこう当てがっていくっていうのが、まあ、マッピングの作業で、で、例えばゲノムで、全然知らん生物種のゲノムだったら近縁のゲノムになんとなく曖昧マッチで当てていくみたいなことをするし、あと発現量だったらもうゲノムが決まってるだろうから、そこの上にどこに当たるかなっていうのをこう積み上げていくと。でスニップだったらやっぱりこう同じように積み上げていって、そこの、どこの塩基が変わってるかなっていうのをこう見られるように、まあ、並べてやるっていうような作業をしていくわけです。で実際に、検索するのがですね、NCBI でも EBI でも DDBJ でもいいんですけど、DDBJ のサイトが非常によくできているので、まあ、ここから、検索をちょっとやってみましょうと。で、ちょっと待って。いいよ。これですね、DRS アーチを使ってみるっていうところなんですけど、ここに URL があるのでここをクリックするとこういうふうに
なると思います。こんな感じですね。こんな感じです。でもここになんか、例えばホモサピエンスって入れてもいいし、ここに何かキーワードを入れてもいいんですけど、まあ、例えばこうキーワード入れてみましょうか。でサーチってやるとこんな感じで出るわけですね。で今2800ぐらい、バリエーションっていうふうなキーワードでやると2800ぐらい返ってきたんですけど、ここにですねフィルタードバイって書いてあって絞り込めるようになってます。で2つのその観点から絞り込めるようになっていて、1つはタイプですね、ドキュメントタイプっていうのと、でもう1個は生物種なんですけど、タイプの方はですね何も考えずにスタディのところをこうポチッとします。そうするとスタディの1240に絞られます。でなんでスタディかっていうのはこの後しゃべります。で、まあ生物種、例えば人にしようかなって言って人ってやると同様にこうやって絞り込まれまして、で、まあ、下にこうざっくりした情報が出るわけですね。で例えばこのアクセッションとか、まあ、スタディのところをクリックしてもらうと、ちょっと返ってこないかな、イメージだけ見せるとこういう感じでですね、実際のどんなデータだっていうのと、あとこの右側に、ダウンロードできるようなこうリンクがついてます。で本当はここにですね、ファストキューって画面だとちょっと画面って、前の画面だとスクリーンに映してると見にくいと思うんですけど、お手元のですね、パソコンのモニターで見ると分かると思うんですけど、このファストキューとか SRA っていうところをクリックすると、今やっちゃダメですよ、実際のダウンロードが始まるという感じですね。もう一回言うと、いろいろまあキーワードを入れて、でタイプはスタディで、生物種は何とか、まあ別にここ絞らなくてもいいんですけど、ここにリストが出るので、こういう SRP なんとかとか ERP とか ID が書いてますから、 ID をクリックするとこのページに行ってダウンロードができるという感じになってます。でこのファストキューとか SRA っていうのは後で喋るんで、まあなんかここでダウンロードできるんだなっていうふうに、思ってもらえれば大丈夫です。ただですね、これ普通にリンクがあるからポチッと押したくなるんですけど、ものによってギガとかテラとかいきそうなやつがあるので、うっかりやると延々待たされるというか、たまにそのここをクリックしてもう帰るかみたいな感じのことがあるので、そこだけはちょっとご用心です。でこれが DDBJ の、検索サイト で今スタディで絞りましょうって言ったのはデータ構造に関係がありまして、これちょっと古いんですけど、これが一番分かりいいので、これでちょっと説明をしますが、実際にシーケンサーで出てきたリードっていうのはそのまあACGT の並びのファイルがあるわけですけど、まあ、それがダウンロードするやつなんですけど、それの他に実験情報として、まあ、メタデータっていうんですけど、そういうものがついてるわけですね。で、それがいくつかのファイルに分かれて、書かれていて、で
一番まあ見るべきなのはこのスタディなんですけど、まあ、例えば1000人ゲノム読もうみたいなプロジェクトがあったとして、そのプロジェクトの情報が書かれるのがこのスタディというところなんですね。で、まあ、例えばその1000人読むんだったら1000個の各々の実験について真ん中のエクスペリメントっていうところに書くわけです。で、その1000人の人の情報っていうのが右上のサンプルっていうところに書かれて、で、まあ、実際のその読んだ欄について、まあ、右下の欄に書かれると。だからこの場合は、どういうプロジェクトで実験がなされて登録があるのかっていうのでっていう観点から探しているので、だから何も考えずにスタディで絞ってくださいっていうことをやっています。で、いろいろ検索するんですけど、このメタデータってちょっと分かりにくいかなと思ってこういう例を持ってきたんですけど、まあ、なんかワインが飲みたいなと、でどれにするってこうゴン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 ってこう置かれたりするわけですけど、こうよく分かんないんですよね。なのでこう裏返しにしてこう、まあ、名前見るとか、まあ、あとはみんな分かるんだけど赤か白かとか、あと、ワイナリーがどこかとか、生産地が、まあ、例えば日本の山梨なのかフランスのどこなのかとか、あとそのブドウの品種が何かとか製造年とかで、じゃあこれにしようって言ってこうワインを決めたりするわけですよ。でこういう何ていうかな、付属情報、ワインに関する情報でこう絞り込むっていう、この今やったやつがメタデータによる選択で、でまあ店の人に、まあ、なんかちょっと赤ワインで重くないやつっていうと、この中身のクオリティでこう足切りをするっていうようなことになるわけですよね。で、この検索はですね、なかなかいろいろそのバリエーションがあって、ちょっと辛いものがあるわけですよ。っていうのは、今日 3回目で言いますけど、目的がいろいろあって、例えばゲノム読みたいのか、発言なのか、スニップとかなのかメタデータなのかとかですね。であとは生物種も多種多様で、人とかマウスとか、微生物のメタゲノムとかなのか、まあなんかいろいろこうあったりするわけですよ。であとはそのさっき言ったデータベースの構造がちょっと複雑なので、そういうのが分かってないとちょっと検索つらいなっていうのがあるわけです。でそこで僕らがその辺をちょっとカバーした検索エンジンみたいなのを作ろうって言って、私がやってるのがこの DBCLS-SRA っていうやつなんですけど、どうでしょうか、1時半、2時半、3時までだよな。こういうサイトになってます。で、まあ、ここに、まあ、なんか生物種をこう入れて検索するとかでもいいですし、もしくはこの上のところでですね、ゲノムとか発現とか書いてあるので、ここをクリックしても検索がいくようになっています。であとは、さっき言ったようにいろんなシーケンサーがあってですね、特に昔のやつだと今はもう全然使ってないシーケンサーとかがあって、ちょっとそういうのは今使うのはどうなんだろうみたいな人もいたりするので、こうシーケンサー、まあ、もっと端的に言うとイルミナとパックバイオだとデータの中身が全然違うから解析の仕方が違うので、そのシーケンサーで絞り込めるようにこっちでシーケンサーのリストも出してまして、であとは一番左にこう生物種のリストもついてます。で、どうしようかな。例えばここのサーチのところで発言で、あれ入ってた、発言で例えばイルミナのハイセック2000とかにしてピッてやると、これが返ってきますかどうか。来た来た。
ちょっとスクリーンで映してると色が飛んでて分かりにくいと思うんですけど、なんか変なのやっちゃったな。発言で例えば全体の 12% ぐらいで、でハイセック2000使ってるのが、全体の 26% ぐらいで、ちょっと今変なことやっちゃったからここを戻して。まあ、全体のその割合みたいなのが、出まして、でちょっと今帰ってこないから飛ばしちゃいますけど、うまく帰ってくると、どんなデータがあるのかっていうリストがですね、出るように、落ちたかな、こういうふうに、なっていて、でリストを見るみたいにすると、発言でイルミナのハイセック2000を使ったデータのリストがこう出るような形になってまして、でこのスタディ ID っていうところをクリックすると、こんな感じで各実験の詳細情報が見れるようになってまして、でこの表のところからダウンロードのサイトにも飛ぶようになっています。でまあ実際の、解析に行くわけですね。でちなみにこの DBCLSSRA ですけど、どこに行ったかな、これだ、こういうサイトなんですけど、ここにトレンド情報が書いてあって、このフォーモアディテールっていうのを押しますと、こういうグラフが出るんですけど、今5万8000ぐらいプロジェクトがあって、でそのうちの半分ぐらいがホールゲノムで、でまあ、なんかアザーが今2番目ですね。で発言が7800でとかいうのが、まあ、こういうグラフでどうだったかっていうのが分かって、で、多分最近1年間とか6ヶ月とかいうこともできますし、あとこの判例のところがあるんですけど、ピッてやると今トータルが消えてグラフがニューって再描画されたんですけど、こういうこともできるようになっています。でこれが今目的別なんですけど、シーケンサー別だとこれで、まあ、ちょっと数え方にもよるんですけど、ハイセック2000っていうのが今ダントツに使われていて、どのぐらいかな、50万ぐらいのデータが入ってますね。ちょっと大きいから消しちゃいますけど、2番目が今マイセックですね。でこれが3番目で、これ454ですけど、これちょっと古い、今使ってんのかな。で、その次が GA2 でなんとかでみたいな感じにこうなってます。で最近1年だとこんな感じですね、っていうようなことが、まあちょっとグラフでゴニョゴニョ見ることができまして、で全部のリストはこの下に今最新の動向が、こんなにシーケンスあるんですよね。でまあ古くてもう使われてないのもあるし、新しく使われててデータが伸びてるみたいなのがあります。まあ要するに今2000が一番大きいですけど、2500はその後継機器でだんだんこれが伸びてるなみたいなのが、まあ私なんかこれしょっちゅう見てるんで、だんだん伸びてきたなとか、こうハイセックのランクが上がってきたなみたいなのが、パックバイオだ、パックバイオのランクがだんだん上がってきたなみたいなのが、これを見てると、分かるような感じになってます。で、まあ、コングランの検索だとですね、あんまりその恩恵ってないかもしれないんですけど、
もうちょっと頑張っているところがあって、あ、そうそう、であと、来月ぐらいにインターフェースが変わるのを予定しているので、まあ、遅くとも12月の分子生物学会には変えたいんですけど、今のインターフェースからちょっと印象変わったけど、まあ、ビビらないでくださいっていうために、新しいインターフェースもちょっと載っけております。で、ちょっと頑張ってるのがこの辺で生物史の検索をちょっと凝った感じで、やっております。で、まあ、ここは農学部だからこういうケースも多いと思うんですけど、稲のデータを検索したいと。で、稲って、まあ、オリザサティバって学名で入れると118件とかあるわけですけど、まあ、118件見ればいいかっていうと実はそうでもなくて、実はインディカとジャポニカとあると。でついでにその掛け合わせまであったりすると。なので、稲全部見ようとするとオリザサティバそのものとインディカとジャポニカと掛け合わせとってあって、全部で229件とかで網羅的にこう見たっていうことになるわけですよ。でところが普通データベースってパーフェクトマッチで検索するから、このオリザサティバそのものっていう検索をしちゃうわけですね。そうするとですね、この数がたくさんあるとその都度その都度全部検索をしてこう見ないといけないので、下も全部見るみたいなチェックボックスが作ってあって、そこをチェックしてオリザサティバってやるとその下のインディカとかジャポニカも検索されるようにしてます。で今度逆のパターンで私もやってるんですけど、蚕の研究のちょっとお手伝いをしてて、まあ、蚕だと今41件、まあ、ちょっと古いから今もうちょっと増えてると思うんですけど、41件ぐらいデータが入ってると。でさすがに41件だとそのもうちょっと範囲を広げてみたいなっていう時があるわけですよね。でそういう時にじゃあ1個上のボンビックス属でとか、こうさらに上のなんとかがかでとか、こう上にずん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 行って探したいということがあるので、矢印でないな、今下のレベルで持って書いてるところから矢印が出てますけど、そこのチェックボックスを入れると貝の概念、今の説明で言うと稲の下のインディカとジャポニカも検索するっていうようなことができますし、あとその上のレベルのところから出てる矢印のところに、1個上の例えばオリザサティバだったらオリザ族っていうようなリンクもつけてあるので、そこをクリッククリックってしていくとその下のトータル今229件ってなってますけど、ある程度範囲を広げて探すっていうこともできるようにしています。そうですね、あと、今日医学部の方もいらっしゃると思うんですけど、病気からの検索っていうのもちょっと今試しにやってまして、病名とか、そうですね、がんとかそういう 病気のカテゴリーだったり病名だったりとかからこうそれに対応する NGS があるのかないのかみたいなのを探すっていうのもちょっと今試みでやってまして、で、この場合だと急性骨髄性白血病かなの例とかが出てますけど、こういうことも今やろうとしてます。ちなみにこれの根拠がですね、根拠っていうかどっからこういう疾患情報を取ってるかなんですけど、これまた別の観点で NGS を使った論文っていうのを集めてここから論文リストを作って公開をしてるんですけど、その論文の中に疾患のキーワードがあったら、こうやって疾患検索で引っかかるようになっているので、なのでまだ論文になってないやつっていうのはちょっと今のところは引っかかってこないんですけど、こういう機能もDBC レース SRA の方は、つけてちょっとこう使い勝手をよくするような仕組みを作っています。はい。そうですね。はい。
で、あと、ですね、もう一個このお伝えしたいのが、今は割とねそうでもないんですけど、あの NGS のデータってちょっとクオリティが悪くて、そのダウンロードしたんだけどクオリティが悪くて使えなかったみたいなのが、結構あったんですね。なのでなんかいいデータをダウンロードする前に知りたいなっていうところから、なのでこういう論文リストも作ってあって、でその論文が出てるぐらい、まあ、使い物になるぐらいそのいいデータだろうって、まあ、論文とその対応するデータっていうんでこういうリストも作ったんですけど、ものによってはですね、今日この後出てくると思うんですけど、あれどこ行ったかな、ファスト QC っていうデータそのもののですね、クオリティを、これだ、ファスト QC っていうデータそのもののクオリティを、あの普通はダウンロードした後で書けるんですけど、一部のデータはもうあらかじめファスト QC 書けてこうサイトに置いてるっていうことをやってて、で、今日この後多分話があるんですよね、あると思うんですけど、ファスト QC をかけた結果がこう置いてます。でこれを見ると、普通はこのグラフはこうやって右に行くと下がるんですけど、まあ、一応青いところずっと行ってるのでこれは割と使えるかなとか、こうすぐへたってるとかいうのがこういうグラフを見て、分かるような仕組みになっているので、直接的には、さっきのこの辺りからなんかちょっと話が前後してますけど、あれどこ行ったかな、さっき検索したこういう結果からですね、この SRR なんとかっていうところをクリックすると、こういうファスト QC の、結果がものによってはですけど、あのちょっと僕らでスパコンバーッと全部かけてかなりリソース食うので追いついてないところがあるんですけど、ものによってはこのファスト QC がかかっていてクオリティチェックがされた後で、ダウンロードするっていうことができるようになっています。あと30分はい、でこの辺りで、ちなみに文献の検索、文献からの検索だけちょっと紹介すると、はい、か、あそう、あそうか、ここ農学部だからさっきの生物種の検索紹介しましょうか。このアドバンストサーチっていう、今この DBCLS や SRD から来てますけど、ずっと辿っていくと、アドバンストサーチっていうところがあって、ここをクリックするとこういうリストが出まして、例えばちょっと私何度も解雇で例を出してるんで、今ボンベックスモリってペッて入りましたけど、まあ、普通はこうホモサピエンスとか何でもいいんですけど打っていただいて、で、ちょっと今これ桁折れしてますけど、ここにチェックボックスありますね。下のところも見るでチェックボックスです。ここを入れてサーチってやると、あ、そうかそうか、解雇に下はないからちょっとあんまり良くなかったな、ごめんごめん、稲で、稲で下ってやると、
今580件で出まして、でここを見ると、これジャポニカですね。ここ選ぶのかな。これが稲そのものなんですけど、ずっと見ていくと、ジャポニカも入るような検索になっています。そうか、一回これ外して検索すればいいんですね。ちなみに稲だけだと170件しかありません。で、ここに出てくるのがオリザサティバって稲だけのもので、ただ最後まで見てもずっと稲ですね。はい、ここをチェック入れると下も見れますよっていう話でした。稲だけだと170件なのが全部入れると580件になります。で、じゃあ他のオリザ属もっていうときは、今こうオリザサティバって稲って書いてますけど、この左のオリザ属全体というところをクリックすると、641件でちょっと増えましたよね。で、これでいけるかな。はい、オリザの別の種がこう登録されてるんですけど、それもこうやると検索ができるようになっております。ちょっと飛ばして喋ってて恐縮なんですけど、この辺あんまり機能してないんですけど、一応注目データみたいなのを一番下に、欄として作ってあって、ここのホットパブリケーションズっていうところの右にこうパブリケーションリストがあって、実際の文献との、まあ、リストが見れるわけです。ちなみにここで線で消してあるのは、昨日あたりやっぱりあれは ES 細胞でしたって出たスタップ細胞の論文で、まだ多分データがあるんじゃないかな。まあ、多分まだデータはあるような気がします。はい、論文は取り下げになったんですけど、まだデータがあって。ああやってデータがですね、公共データベースに入ってるので、みんながあれを落として自分で試しに解析してみて、でやっぱお前間違ってんだろうっていうことが言えるような時代になったということですね。で、タブを出しすぎてどっかに行っちゃいましたけど、この話を、こういうふうになってしまった。このホットパブリケーションズの右にパブリケーションリストっていうのがあって、でこれをクリックすると、まあなんかいろんな問題でみんなで一斉にアクセスしてるからかもしれませんけど、あ、来た来た。この左側が文献の情報ですね。こういうパブメド ID でこういう論文が出てて、ネイチャーコミュニケーションズのなんとかっていう号で、で、そこには、SRH4 なんちゃらで登録されているこういうデータについて述べられてますよっていうような、例が出ています。で、まあ、一応これも
例えば発言でイルミナでみたいな絞り込みができるようにはしてあるので、ここから例えば論文探して、でなんか面白そうな論文あったぞって言って実際のデータ落としてみようっていうことが、ここからできるようになってます。それで、この辺をちょっと飛ばして、あとですね、メタゲノムっていうのがあるんですけど、例えば空気中とか水中とかその辺の土とかを取ってきて、その中に どんな、まあ、多分その微生物とか、まあ、だと思うんですけど入っていて、それをもうまとめて読んじゃえっていうのがメタゲノムなんですけど、これはちょっと特殊というか、もうすでに解析したものがいろいろデータベースとして置いてあるので使いたい人のために紹介しますけど、microbdb.jp かな、microbdb.jp っていう東工大の黒川先生とかが作られている、データベースなんですけど、ここからですね、例えば、海水とか、大腸菌が入ってるやつとか、いろんな、見ればいいのかな、遺伝子で探すとか生物種で探すとか、環境で探すとかいうことが、まあ、できるようになってまして、サーチってやると、まあ、こんな感じで、もう解析した結果とかがですね、こう載っていて、でこれでいけるかな、今のはメタゲノムの NGS のデータを、まあ、SR に入ってたりするんですけど、それを落としてきて、で解析をして、中身が何かっていうのまで明らかにして、それをまとめたデータベースなんですけど、まあ、例えば温泉、今ホットスプリングでこうやってますけど、検索をしてきて、あるデータについて解析をしたら、こんなデータが多かったです、こんな生物種が多かったですみたいなのがこうグラフで出てるわけですね。ちょっと私微生物詳しくないから、これがどんな微生物なのかのは分かんないんですけど、こういう内訳でしたみたいなのが、こういう門とか甲とか属とか蚊とかありますよね、そういうそのレイヤーでこう分類した結果みたいなのがもうすでにここから見れるようになっていて、まあ自分が興味あるのをまあここから探して、そのデータをまあ見てみるもよし、であとはその自分のデータと比較するみたいなことが、まあこういうところからこうできるような仕組みになってます。はい、でやっと解析までたどり着いたんですけど、ですね、本気で解析をしようとするとですね、今こう後ろにちょっとなんかゴニョゴニョって書いてますけど、膨体とかサムツールズとかこういうなんかツールっていうのがあって、こういうのをまあちょっと使いこなさないといけないところがあったりします。であとはなんか可視化するのに R とかバイオコンダクターみたいなので、こう今バックで書かれているような呪文を、これ全部ではないんですけど、書いて、まあ、データの解析をやらないといけないんですけど、ある程度はウェブブラウザーでできますので、その紹介もちょっとします。で、詳しくは他の、今回その講習会やってるんですけど、ちなみにここが57回目かな、かなんですけど、何回か、実際の解析もやった例があるので、まあ、この後その喋ってももらえますけど、そういうのもちょっとこう探してみるとか、あと統合テレビを探してみてください。であと本当にがっつりやる場合は、NBDAC とあと東大の門田先生っていう方がいらっしゃるんですけど、
そこでコラボして、去年と今年と2週間ぐらい缶詰にして、ユニックスの基礎から実際の解析まで、一日中ずっとスパルタ的に教育するっていうのがあって、ここに、資料も載ってるし、実際のその講義の様子もですね、統合テレビに、録画してあって統合テレビに載ってます。で、私が1日半ユニックスって、要するに呪文の使い方ですね、呪文のかけ方のとかの交流をしてるんですけど、5時間プラス8時間ぐらいありますが、既得な方はですね、それを見ながらユニックスを覚えると、まあ、一応1日半でそれなりにユニックス全部全部というかそれなりに使えるくらいの気分にはさせてもらえると思います。で、まあ、こういうところで、実際のその詳しいところは、見てもらえるといいと思います。で、あと、本が出ます。で、これは私の同僚のボーノってのがいるんですけど、ここにこうボーノ秀政って書いてますけど、東北メディカルメガバンクの岩手の方のメディカルメガバンクの清水敦先生と、あとうちの、ボーノさんっていうのが中心になって、この次世代シーケンサー解析教本っていうのが、来月出ます。で、ツイッター情報によると目次がですね、今日こっちだ、弱っていいからですね、今日こうやって目次がアップされたそうです。で、これ何がいいかというと、普通はですね、よく使う人がこれこれこんなやりますって紹介してるんですけど、その周りのですね、あまりできない人、例えば研究者の奥様とか、その辺、学生がいるかどうかちょっと分からないけど、そういうなんかあまりバリバリ計算というかこう呪文かけられるような感じでない人にちょっとやってみてって言ってやらせて、一応どこで引っかかったとかいうことが、なんていうかな、再現実験みたいな感じで、ドライの再現実験みたいな感じの様子もここに書かれていると。一応来月10月の15日に発売だそうです。で、これがですね、これがうちのボーノなんですけど、今年の1月にネイチャーダイジェストで誰もがバイオインフォマティシャンの時代って言って、まあ、対談で、まあ、なんか記事が載ったんですけど、これからは生物学者自身がデータ解析する時代なんですということで、割とそのあまりコンピューターをバリバリやってこなかった人でも、その見ながらできるようにしようということで、まあ、さっきみたいなこの本ですね、企画したので、まあ、興味ある人はこれを見てですね、実際に、まあ、多分その実際に NGS のデータをいじるときにこういうのを見るといいと思うんですけど、ぜひやってみてもらえればいいと思うんですけど、先ほど解析の流れをちょっと喋ったんですけど、それにそのツールのところもつけてこういう図にしてます。で、ダウンロードするのは FASTQ とかいう形式だったりとか、あとさっき SRA ってあったんですけど、SRA ファイルってのはこの FASTQ を圧縮したと思ってください。で、NCBI でそれをほどくツールがあるので、ツールをほどくと FASTQ 形式のファイルが出てきます。で、それに対してクオリティチェックっていうのを FASTQC っていうのでかけて、で、あと膨大とかトップハットとか、あともうちょっと精度いいやつだと BWA とかいうのがあるんですけど、そういうツールでマッピングをします。で、まあ、発現量の解析とかだとカフリンクスとか、あとスニップの検出だったらサムツールズとか GATK っていうのがあって、で、そういうので、まあ、なんか呪文をかけて、まあ、計算というか解析をして、あとその IGV っていうツールがあるんですけど、それで、実際には眺めるというような感じになってます。で、さっきその東大の
講義があったっていう話をしたんですけど、東大とかだとその東大の講義だと環境を揃えるっていうのもあって、バイオリナックスっていうのを入れさせて、これちょっとイメージですからね、なんかこういうので、まあ、なんかこうやって呪文を打つとなんかゴニョゴニョって出たぞとかいうのがで、これで見ちゃいかんか、まあいいか、あ、化けてるし、まあなんかこうやってちょっと今本当に触りだけ見せましたけど、中身を見たりとか、呪文をかけるみたいなのこういうのがやるんですけど、別にこういう呪文をかける環境はマッキントッシュで、今これ、皆さん後ろ、私が後ろに見えるか見えないと思うんですけど、普通の MacBook でやってるんですけど、この演習はですね、でこういうターミナルっていうソフトがあってですね、これもともと入ってるんですけど、今みたいなその呪文をかけるみたいなのはこうやって、マッキントッシュにインストールしたら解析も一応できるようになってます。で、もう時間がなくなっちゃったな。よいしょ。でとりあえず何をやってるかっていうのを、本当はこの呪文とか覚えないといけないんですけど、ちょっと飛ばしちゃおうかな。それと同じことがですね、DDBJ のその方でウェブからできるような、一応仕組みっていうかものができています。多分全部はちょっと難しいと思うんですけど、ある程度の解析はここからできるようになっているので、パッと解析をしてみたいというときはここで ID パスワードを入れて、ログインして、で、このデータに対してこういうツールをかけるっていうことが、ウェブからできるようになってます。で実際の内容はちょっとこれだけで1時間半この前しゃべるぐらいなので、それの様子がですね、これだ、 DDBJ リードアノテーションパイプラインの使い方っていうのが、前にですねお茶の水の東京医科歯科大でしゃべった回があって、これも私がしゃべったんじゃないんですけど、使い方がここに載っていて、ああしてください、こうしてくださいみたいな資料もあるし、動画にもなっているので、ちょっと今回はこれで、勘弁してください。で本当は呪文をですね、こんな感じで書けるんですけど、例えば上のクオリティチェックだったらファスト QC っていう呪文をかけますよ、で -O っていうのはオプションっていうんですけど、後ろは出力ファイルの名前ですっていう、まあなんかラベルをつけてるわけですが、-O で出力のファイルは SRR なんとかの .QC にしてくださいねとか、ファイルの形式はファスト Q ですとかで、SRR なんちゃらに対してファスト QC をかけますっていうような、コマンドっていうんですけど、まあ、呪文をこうかけるわけですね。でマッピングだったら傍体2の、ヒトゲノムの19番に SRR1294107 ファスト Q をマッピングして、で結果は SRR なんちゃらのドットサム形式に、書き出してくださいねっていうような呪文です。で、まあ、実際に書けるのはこんな感じのノリで、まあ、書けていくわけですけど、今日 JM に対してこの呪文はですね紹介できないのでちょっとごめんなさいして、で入り口と出口だけ話をします。ここで例えばファスト Q とかサムバムとか VCF って出てくるんですけど、まず最初に今日午前中にうちの内藤さんが喋ったのがこれで、
これはまあ参考なので NGS とあまり関係ないんですけど、塩基配列を表現するフォーマットとしてファストウェイ、まあ、ファスターとも言いますけどっていうのがあったりします。これはちょっとごめんなさい、手元の紙媒体にはないです。でこれがですね、割と皆さんおなじみの形式で、1行目にタイトルですね、AB084425 というのはアクセッション番号で、うなぎの SLC26A6 っていう遺伝子ですよって、おっとっとっと、地震が来たと言っている。で、その2行目以降で、分かった分かった、2行目以降で、GACC なんちゃらみたいなこう塩基配列になってますよっていう、これがですね割と実験の人も見てるフォーマットなんですけど、一応これの拡張みたいな形で NGS ではファスト Q フォーマットっていうのが、まあ、一番最初の入り口です。入り口っていうのは例えば、データをダウンロードしてきたりとか、あと自分で解析するとこのファスト Q っていうフォーマットに、まあ、普通はします。でこれ何かっていうと1行目がタイトルですね、アットマークを書いてその後ろに、まあ、DRR なんとかっていうのが、アクセッション番号ですけど、その後ろには別に自分で勝手に名前を付けていいんです、まあ、そういうタイトルがきます。で2行目をよく見ると G とか A とか C とか T しか出てこないんですけど、 あと N が出てきますね、出てきますけど、これに実際に読んだ塩基配列がここで、書かれます。で3行目は別に、3行目はちょっと飛ばしてもらって、ただ頭にプラスだけ打っておきたいんですけど、で4行目が謎の文字列なんですけど、これがですねシーケンスのクオリティを表しています。で、昔なんか似たような時にはですね、実際にクオリティの値をこう2桁3桁とか2桁で書いてたんですけど、データ食うんで、さっきも言ったように NGS のデータってすごい重いので、もう1文字にまとめちゃえって言って、シーケンスの値をこの値だったらこの文字っていうふうにこう対応表があるんですけど、その対応付けの1文字で、書いたものです。まあ、分かる人はこれを見るといいな悪いなって分かるんですけど、まあ、とりあえず4行目にクオリティが来てると思ってください。でこれがまあ最初 の, ファスト Q っていうデータです。で、次が、まあ、クオリティチェックはするんですけど、その後マッピングをします。でマッピングすると SAM とか BAM っていう形式の、ファイルができるんですけど、それがこれで、ちょっと字小さいんですけど要するに、NGS で読んだ一つ一つ の, その300ベースだった300ベースのリードですね。でそのリードがマップした どこの先にマップされたかっていうのをこう表した表で、本当は右にずらずらっとあるんですけどちょっと割愛してますけど、要するに、まあ、普通は例えば染色体とかにマップするとして、何番染色体の何塩基目にどのリードがマップされて、でその配列され、マップされた配列は、この配列でクオリティはこんなでしたっていうのを表現しているのがこの SAM っていうフォーマットです。であと BAM って出てくるんですけど、SAM はですね今ここで上の方で出てる実際の人が読めるやつですね。で BAM っていうのはそれを圧縮して、機械用にまあちょっと何ていうかなバイナリ化っていうんですけど、まあ、コンピューター用に高速であとサイズも小さくさすための、まあ、仕組みだと思ってください。でこういう SAM とか BAM っていう形式のフォーマットにして、まあマッピングするとこれ SAM とか BAM っていうような、形式のフォーマットができます。であと、SNP とかだとバリアントコールフォーマットっていうのがあるんですけど、この説明もしまして、これですね何番染色体のどのポジションが、例えば一番上だったらもともと T だったのが C になってますよっていうのを、表しているフォーマットですね。でちなみにDBSNIP っていういろんな
スニップ情報を集めたデータベースがあるんですけど、そういう情報もこう見てやって、実際のその変異の ID みたいなのも、格納できるようなフォーマットにはなっています。はい、で、これで一応終わりかな。最後はだいぶ駆け足になってしまいましたが、まあ、こんな感じでですね、解析はしていくんですよっていう感じで、で、若干の詳しい説明をここに書いてます。全ゲノムだったり、トランスクリプトムだったりはこんなですよとか、あとその先、チップセックだったらとか、スニップ解析だったらどうするかみたいなのは一応ここに、書いてあるんですけど、おのおの取り上げるとそれだけで1時間半全部喋んないといけなくなっちゃうので、ちょっと駆け足で、ご紹介だけさせていただきました。はい、質問があればですね、私の方に言っていただければ答えられる範囲で、お答えいたしますので、私がいる間に聞いていただくか、もしくはメールかツイッターなどで聞いてもらえると、後でフォローもいたします。以上でございます。ありがとうございました。